あ、よっち、ハリボー食べてるじゃん。いや、ハリボーってさ、うん、うまいんだけどさ、硬くね。あ、まあ、ちょっと硬いかもね。いや、これがね、もっともっとね、柔らかくなれば、もっと美味しくなると思うんだよ。あ、うん、私ね、あるものを使えば、ハリボーがプルプルのゼリーみたいになるって知ってるよ。本当に？バモン研究所！あつさちあっちです。りっちゃんです。りっちゃん、さっきさ、このハリボーをさ、プルプルにできるって言ってたけどさ、あるものを使うって言ってたんだけど、何使うの？炭酸飲料です。炭酸飲料？本当に簡単にできるから、うん、早速作ってみましょう。はい。材料はこちら。ハリボー、炭酸飲料、タッパー、以上です。まず、タッパーにハリボーを入れていきます。はい、すごいカラフルで綺麗です。炭酸飲料だったら何でもいいということなので、今回は三ツ矢サイダーとコーラで試してみたいと思います。そして炭酸飲料以外はどうなのかなってちょっと疑問に思ったので、今回はリンゴジュースも入れてみたいと思います。飲み物が入れられたらタッパーの蓋を閉めます。三ツ矢サイダーは透明なのと泡がシュワシュワしてるんですごく綺麗です。コーラはちょっと真っ黒なので中の色は見えないですね。リンゴジュースは一応見えますけど、ちょっと濁ってるって感じですかね。ということで、あとはこれを冷蔵庫で1日置いておくだけです。はい、1日が経ちました。ということで、ここに3種類用意しております。じゃあ1つずつ食べてみようか。はい、こちらが三ツ矢サイダーでございます。プルンプルン、え、なんかすげえ膨らんでる。うん、大きくなってる。超膨らんでない。おいおい、でかくなってるよ。ほら、でかい、でかくなってるじゃん。それではいただきます。うん、ゼリー。うん、ゼリーだね。ゼリー、ゼリー、ゼリー、うん、で、味もさ、結構残ってるよね。残ってるね。うん、全然美味しい、うん、汁はどうなってんのかな。三ツ矢サイダーの部分飲んでみて。フルーツポンチ、あ、確かにフルーツポンチだね。なるほど、なるほど。はい、続きまして、みんなが大好きコーラでございます。コーラもね、同じように感じるんだけどね。え漬物みたい、これ。え、やばい。うわ、これもね、すごいね、これも。うわ、もう真っ黒になっちゃってるじゃん、ね、色がね、もう強すぎるのかな。これもね、三ツ矢サイダーと同じでちょっとでかくなってるね。うん、いただきます。せーの。うわ、うん、こっちはね、コーラが強い。うん、コーラの味めっちゃするね、うん、食感はさっきの三ツ矢サイダーと一緒なんだけど、うん、味がね、コーラだわ、これ。味コーラだね、うん、これすごい染み込んでるね。さっきね、三ツ矢サイダーの味あんまなかったんだけど、うん、こっちコーラの味すごい、うん、え、じゃあコーラのさ、味はさ、うん、変わってるのかな。ちょっと飲んでみよう。ちょっと酸っぱいかな。え、酸っぱい、うん、ちょっと酸っぱい。炭酸はやっぱ抜けてる。炭酸すげえに抜けてる。はい、最後はリンゴジュースでございます。炭酸とね、何が違うか、ちょっとこれで分かるよ ね。うん、はい、はい。おー、ああ、でも三ツ矢サイダーと一緒かな。ほぼ一緒ぐらいか、大きさはね。ちょっとちっちゃいかなっても思ったけど、うん、思ったけどね。でもほぼ同じだね。ほぼ一緒じゃないかな。うん、いただきます。いただきます。うん、うん、うん、食感的にさ、うん、ちょっと固めじゃない。あ、ほんとだ、なんかちょっと芯残ってる ね、あ、俺こっちの方が好きかも。あの三ツ矢サイダーよりも。え、食感が残ってるってこと。うん、へえ。ただね、うん、弾力あるから。確かに、やっぱり炭酸の方がプルプルになるんだね。でも美味しい、リンゴの味が染み込んでてすごい美味しい。え、じゃあこのリンゴジュースの味はどうなってるのかな。うん、リンゴ。あ、リンゴ。あ、味変わってないか。味変わってない。まあ、リンゴはね、うん、味がもともと強いからね。うん、ちょっと今大きさ比べしてみたんですが、こちらが三ツ矢サイダーで、これがコーラ、これがリンゴジュース、これが普通の、何もしていない状態なんですが、まあ大きさは炭酸の方がふっくらすると思ったんだけど、ほぼ一緒ね。炭酸の方がちょっと大きくなるね、うん、まあ水分に一晩つけていたら膨らむってことが分かったね。そうだね。食感は炭酸はほぼ一緒で、リンゴジュースはちょっと弾力があるっていう感じの結果になりましたね。これ私はやっぱこの炭酸とかジュースにつけたやつのが好きだったな。まあ普通のグミもまあ美味しいんだけどね、うん、なんか違った美味しさがあるよね。うん、本当にそう、うん、だから簡単だから皆さんもぜひぜひやってみてください。ということで、この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日の4時にお会いしましょう。またねー。またねー。